金剛軍は朝鮮民主主義、人民共和国間温度に属する軍。金剛山の西側にあたり、内金剛と呼ばれる一帯である。北朝鮮統治下の関温度東南部、金剛山の山海の西側に位置する。軍の多くは、大白山脈の山岳地帯であり、高地は少ない。金剛山に源を発する金剛川、東金剛川、随和川が軍内を流れている。東に、 高城郡北に通り川郡、西に秋道郡と接する。南は、軍事境界線を隔てて、大韓民国と地下の関温度である。一遊26里を管轄する。1952年12月、北朝鮮の行政区画再編によって新設された、軍。1945年8月15日時点では、関温度 YO 軍に属した。 現在の軍人民委員会所在地は、かつて末輝き里と呼ばれた。古くから、継承地混合山の入り口として知られており、長安寺などの仏教寺院が点在していた。しかし、峻間な地形のため外部から訪れるための交通は、困難であり、植民地期の観光開発の中でも海側の外混合に遅れをとった。1920年代に、 鉄原から工事が開始された、金剛山電気鉄道は、1930年には金剛口、1931年には内金剛まで開通し、観光地化が進んだ。しかし、第二次世界大戦中の1944年には、京城電気金剛山電鉄線は、不要不急路線として休止される。日本の廃線後は、北朝鮮の領域となり、 朝鮮戦争中には38度線にほど近い、混合山周辺のこの地域は激戦地となった。戦争が荒着段階に入った1952年12月、内混合面の全域、死東面、安湯高面の大部分、臨悲詰軍、陽光軍の一部を合わせて混合軍が編成された。この節の出展植民地期には、モリブデンタングステンなどの鉱山が存在した。 外混合と異なり、国外観光客の集団受け入れは行われていない。ただし、試験的に韓国人観光客への公開が行われたことがあり、今後の解放も検討されている。ありがとうございます。